さまざまなアプリケーションを取り上げて iMAX のポテンシャルを説明するシリーズです第14回は改めて CPU やベクトルとの違いです CPU と SIMD と CGRA が プログラムを実行する様子を比べてみましょう。左から順に CPU、SIMD、CGRA です。CPU は機械語命令を順に実行します。SIMD も同じです。ただし、一つの機械の命令が多くのデータを処理できます。ここまでがノイマン型です。一方、CGRA は機械の命令レベルの機能をたくさんの ALU にセットした後にデータを流し込みます。 一つのデータ流に対して、さまざまな演算を行うことができます。一つの LU に着目すると、連続して投入されるデータに対して、同じ演算を行います。CGRA は日の今型です。プログラムの視点から見てみましょう。CPU の場。 ルークのイにに従って、機械の命令を順に実行します。スーパースからや v l i w は複数の機械の命令を同時に実行しますが基本的には距離が近い命令が同時実行の対象です。ベクトルは複数のイタレーションの同じ位置にある機械の命令をまとめて実行するモデルです。 ベクトル長を長くできるベクトルクロセッサではループ構造そのものをなくすことができます一方 CGRA はレジスタや演算機がたくさん並んでいてループ構造の中の機械の命令をそのまま貼り付けることができます CGRA の動きは CPU ともベクトルとも違っていて イイタンンをラ動作します。CPU は、イタレーションの中でカイクライン動作するので、命令間に依存関係があると、スーパスからや VLIW の効率が低下します。しかし、CGRA は、命令間に依存関係があってもカイクラインが止まることはありません。同様に、ベクトルは、複数イタレーションを同時実行する際に、 連続データの先頭の式翼アドレスをベクトルレジスタの先頭に合わせるアライメント機構が必要になります。しかし、CGRA は複数イタレーションをパイクライン実行するので複雑なアライメント機構を必要としません。CGRA の欠点はループ構造の中の機械の命令が一度に写像可能な数を超えると分割が必要になることです。しかし、 シスクのような高機能機械の命令を採用し、さらに位置制約をなくしたリング構造とすることで欠点を克服することができます。imax は CPU の弱点とベクトルの弱点の両方を克服しようと考えた CGRA です。これを踏み台にして自分のアクリ向けにカスタマイズするのも簡単です。imax コンパイラとシミュレータのソースコードも公開しているので好きにいじることができます。まあ。 ぬるま湯に使っているエンジニアには関係ないですけどね。ご視聴ありがとうございました。